姉妹企画テコールの AKR と伊藤大輔の今日はあなたがテコレット。この番組はテコールに関係の深いゲスト、通称テコリストをお招きしたりしなかったりするゆるいトーク番組です。この放送は絆ステーションハッスル FM84.0MHz からお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net info@tecall.net でお待ちしております。はい、始まりました。はい、始まりました。もう19回目でございますよ。いや、すごくないですか。すごい続くもんだね。もう必死ですからね。必死だね。必死に続けてますから、うん、はい、というわけで、はい、お本芝居企画テコール主催マインパーソナリティの AKR と同じく芝居企画テコール所属、当番組アシスタントの伊藤大輔です。はい、よろしくお願いいたします。いやー、ついに19回ということでね。ねえ、うん、この時期ですよ。はいはい、この時期ですよ。あのちょうど先週ですかね、先々週になるのかも。寺島八雲さんと上岡賢治さんの客演が終わりまして、はいはい、いやー、すごかったですね。はい、あれ見に行きましたけどもね、面白かったね、2つともね。面白かったです、うん、普通に面白かった。普通に見ちゃった。ね、チームママルさんのあの寺島八雲の方、はいはいはい、はい、もうまたあいつの得意どころの熱いところを置いてくれてね。そう、本当にね、ありがたいですね。うん、光ってたよ。すごかった。題材にしてるものがね、うん、まあどっちかというとその下ネタ寄りじゃないですか。そうだね、うん、ただそのまあ前情報として人間参加っていうのは寺島さんから聞いてましたけど、うん、熱くね、うん、もう何回か前の回でね語っていただいてる。一人で26分語って帰ってたんで、ね、俺らのラジオだっつってね。まあまあでもゲストさんにねこう語っていただけたらいいじゃないですかね。まあね、そうそうそう、また語れないのかも、全然語ってくれた方がね。そうそうそう、親なんかトゲが出てるかな。隠して隠してバカね、でもそんだけ言うだけあって、やっぱり人間参加プラス体内での出来事、はいはいはい、ほぼほぼメインじゃない。そうですよね、うん、その擬人化っていうんですか、うん、ね、すごいわ。神経だったりとか、あとは何かが起きた時にはどういう物質が出てるのかっていう医学知識もね。そう、ちょっとね勉強になったりしてね。聞いちゃった。そうそうそう、普通に俺もへーって言っちゃった。そう、びっくりして、うん、お勉強になるなと思いながら聞いてたんだけど、すごいわ。やっぱあっちのその下の方向を完全にこのお芝居として消化する、うんうん、ところに行き着いてる方の本だなと。そうですね、うん、すごかった。だから演出もそうだし、脚本の段階からだからよくできてるんだろうなっていう、うん、もう感じがすごいあった。で物語の中でさ、そのたまにそのオフ、なんだ、アドリブ的な、うん、あ、はい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 、部分とかも台本見てなくてもその差がちゃんと出てる、うんうんうん、しかもちゃんと芝居のテンションのまんま言わされてんなとか、うん、言っちゃったんだなっていうのが笑いになるというか、はいはいはい、うん、あれですよね、始まる前になんかフリートークなんかをされてて、でなんかお客様の挙手制でなんかそう劇中に単語を入れてくれみたいな、さも台本に書いてあったようにその単語を言いますっていう。そう、うん、あれすごいなと思って、ね、そう、自分の時はなんだっけ、セリヌンティウスよ、言ってしまうのかみたいなセリフだったんですよ。ほうほうほう、それすっごく違和感とか入れてて、本当、おすごいなと思って。うちも なんだっけ、違和感なさすぎて覚えてないんだけどさ。なるほどね、うま、ん、すぎてすごいすって、その時はなんかその笑いが起きたからここなんだなってのは分かったんだけど、はいはいはい、うん、でもやっぱりようあれをねできるね、本番前に言われたものをさ。そう、もう直前ですから。で中頃ぐらいでしょ言うの。そうそう、大体 ね、うん、すごいな、高い、レベルが高いなと思って、うん、面白い劇団さんだったね。ありがとうございます。ね、以後もね寺島を使ってくれるといいんですが。いやもうそこはね、うん、先輩の努力次第じゃないですか。そう、そう、寺島君もそうなんだけど、割とその場で今、うん、期間的にその
第10弾本公演の雪のフロートっていうチラシをですね、はいはいはい、いろんなところに持ってってるわけですよ。そうですね。でもちろんあの寺島さんのところにも挟ませていただいて、ね、織り込ませていただいて、でその中でね割とその劇団の方と話す機会があって、ほう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 、ありがたい話でその寺島さんまあ、オーディション受けて初参加じゃないですか。あ、そうですね、はい、もう誰よりも馴染んでますよと。おおおおすごい。言って寺島変なことしてませんかと一応ね、その主催に、まあ、主催の立場としてね、うん、はいはい、いたら、いやもう初めてとは思えないぐらい馴染んでおりますっつって。わーすごいね。で中見たら本当に馴染んでたね。いやいいことですよ、うん、それも技量ですからね。ね、あいつのスペシャルな能力が発動したね。すごいね、スペシャルな能力が、うん、いやすごい。でもあれですよね、まあ織り込み先っていうところでね、まんまるさんにも織り込ませていただきましたけど、うん、今回その僕の中で、うん、寺島さんのその、まあ、内容の方にまた戻っちゃうんですけど、はいはいはい、一人で喋ってる時間を一番長く見たのがこのまんまるさんの1万個だった。あーでもそうかもね。舞台上で、まあ、結構広かったじゃないですか、うんうんうん、な中でずっと一人でその割と喋り続けてるっていうのは自分の中で結構衝撃でした。そうだね、僕の見た回でも彼のとっておきのネタコーナーみたいなのがあって、あ、はいはいはい、もう僕の時の回っていうのがすごくバカウケだったわけですよ。ほう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 、うん、まあ某キャラクターを使ってのね一人芝居をやってらっしゃって、はいはいはい、で、あれこのネタ見たことあんなとか思いながらも、でもまあ笑ってたわけ。はいはい、え、伊藤さんが見た回はどうだったんですか？マジっすか。私の見た回はね、なんだろう、とある芸人さん。はい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 、はい、こう指を前にバッて出してね、なんかこうゲットかゲットかゲッツか分かんないけど、こうやっちゃうようなザッねってハゲてくよね。そう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 、ね、そんなね寺島さんのまんまるも無事に終わりまして、はい、で、まあ、同じ時期に場所変わりまして、そうですね、よろずからよろずと、下北沢の普段我々がお世話になっている激地下リバティさんというところでやられていた神岡健二君が、神岡さん、はい、はい、あっちも面白かったね。そうですね、もう題材が、うん、ね、そうゲームでしょ。はい、で俺も最初入れないのかなと思ってたのよ、ゲームやんないから。その世界観に、そうそうそう。で案の定、まあ、最初の方若干分かんないのがあったの、うん、で、あ、早く本編入んないかなと思ったら、もうその本編入るぐらい前からちょいちょいそのゲーム関係らしいキャラクターで引き込んでくる。ああ、はいはい、そうですね。結構濃いめにね、うん、そう、そうそうそう、面白い。もう最後にはもうゲーム全然しないし、ちょうどでもその題材に使ってた回、うん、なんだ順番っていうのかな、その とあるゲームの1から何本まで出てるわけじゃない。あ、はいはいはい、はい、でその中の何番かを題材に使ってたでしょ。はいはい、そうですね、うん、でそこはねちょうどチラッとやったことがあるのよ。ほうほうほう。でかすかに覚えてる部分との、うん、主要キャラクターとかがね、あー、なるほどね、うん、私のね大好きな、あそこに出られてる大好きな役者さんがいらっしゃるんですけども、ほうほうほう、うん、大中さんというね、あー、ほうほうほう、がもう毎回その前回初めて坊主3というのを見させていただいて、はいはい、でそっからハマっちゃいまして、あー、もう虜に、そうで、やっとその方にも思いをね、カーテンコール終わってお客さんを出す時に、はいはいはい、立たれるじゃないですか。まあそうですね、そこに思いをね告げたんですよ。あ、お話ができた、あー、よかった、いいな、すいませんと、前回の坊主3から、はいはい、ちょっとハマって軽いファンでございますと、おお、行って、そしたらありがとうございますっつって別れて、その後昼食食う場所が一緒だったっていう。ちょっと気まずいね。そうね、うん、そこでなんかまたじゃあお会いできたらーすって、ね、でまた上の階の方の安楽亭って言ってね。名前出しちゃった出しちゃったけど、まあ、焼肉屋さんがね、はいはいはい、あそこを使うと絶対何回かお世話になる場所なんだけど、まあそうですね、真上だから、そう、お得なランチセットがねあるんですよね。焼肉で大好きなんです。あ、まあそこでじゃあお会いして、うん、でもお話、はい、うわ、まあ向こうももうねオフモードで松葉館の少ない時間だったのでね、まあそれそうですね、できる限りこう干渉せず、はいはい、でこちらその神岡と前回バーテコで出ていただいたアイバンこと、ああ、アイバンは勇気さん出てらっしゃいましたね、うん、やね、すごい美味しい役で面白かったね。あれはおお、これまたずるいところ行ったなと思って、ゲームを一回でもやったことある人ならゲームあるあるの中で一番
あのマニアックだけど通じる部分。そう、うん、あれ なんて言うんだっけ勝手に動くやつとか、NPC です。 NPC っていうのか。そうノンプレイヤーキャラクター、 NPC っていう。なるほどね。そう、それがうまかったね。そうね、うん、ずっと同じセリフをこう定期的に繰り返すっていうでその横でめちゃくちゃ熱い会話が繰り広げられてね。そうシーンがねいいところで一人だけ NPC を貫くっていう。ずっとなんだっけ、それがしそれがしじゃなくてしたりしたり繰り返しててさ、ね、あれ案の定あの本人から聞いたんだけど、ほうほう、稽古場で演出家さんが普通に邪魔だなって言ったんですよ。で今も気遣って、あれちょっとあのいないやんない方がいいですかって言ったら、いやそういうのじゃなくてって言われて、そのまま生きたらしいんだけど、あでもうさ本番まで行ったっていう、うん、本番も正直邪魔だったまあまあね、そうチラ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 定期的に動くからブレないんだよ。そうやつのハートもすごいんだよすごいね、うん、まあ役になってますから、もう、うん、もう役ですからね。えもうね、普段はだからその前まではさ、アイバンとヤックンがあの別団体さんで絡んでたり、ああそうですね、ねしてたのが前回のそのランチキさんの坊主ウォーから3からアイバンと神剣というものが絡みだし、いやーこれもご縁ですかね、うん、ね、ねありがたい。今年に入ってアイバンと神剣が3本ぐらい一緒にやってるんでしょ。ああそうですね、うん、そのまあ前回の、うん、坊主3でバーテコールようこそ、で今回のランチキさんの高時さんがやって、すごいね、そっからまた縁がつながってくんだね。そうですね、うん、同じ劇団員でも、まあ、他の劇団員とも共演してるってところがねありがたい。そうだよ、声を感じる。アイバンなんてさ、俺がテコールを立ち上げる時からずっとね、最初の 2,3 回ぐらいまで本当に立ち上げ手伝ってくれて、あそうなんですよね、うん、そうでちょっと落ち着いてから一回役者さんで出ていただいてでしばらくそんなにお互い意識して連絡取ってなかったの。ほうほうほう、うん、でとヤックンか、ヤックンの出るとある団体さんの時にアイバンがいて、ほう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 、でそっからまたなんか縁がつながったというか復帰したというか。じゃあそこもまたこう寺島さんがつないで。そうなんだよね。はあすごいね。あいつは縁の神かもしんないね。いやー縁の神ですわ。ねえ奉納しよう。奉納しちゃった。納めちゃった。ご利益だけこちらにっていうので寺島さんは奉納しますって。ダメだよ。うちの大事なね。大事な大事な。大事な役者メンバーそうそうそう。そこはもう。あいつ奉納されてもうるさそうだなと思うんですよ。喋るのは結構ね、うん、たまに来た何お参りの人にやったらこう今の近況報告をするみたいなでちょっと帰るに帰れなくなっちゃうみたいな、あ日暮れてきちゃってんだけどなみたいなでそうそうそうっつって自分で話終わったらバタンって閉めちゃうめんどくさい神様自由だね。面白いな、そういう本書こうかな今度。あいいじゃないですか、ね、寺島さんの寺島さんの、うん、コント部分をね全面に出すってあ面白そうだ、ねね、今回のそのまんまるさんのね、うん、やってたことを生かしてもらう。そうだね、うん、前回前々回になるのかな、もう昨年は寺島さんメインでちょっと真面目な話を振ったからね。あそうですね、うんうん、まあいつか機会があったらその面白いコント部分の寺島さんをぜひぜひね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。思います、はい、で亀岡さんですよ。そうですよ、亀岡さんといえば、今回雪の降る音で、いやー見事一番上に名前が載っておりますんでね、ますね、でめんどくさいぐらいチラシにですね全面に出すぎているそうですね、ちょっとねまだもう一個隠し玉のそのチケットっていうものもあるんですけども、はいはいはい、ぜひぜひそれもねお楽しみにしてほしいなと。ああそうですね、うん、ただその、まあ、今回その亀岡さんがね、まあはいはい、一番上に名前取る位置なんでございますけども、ほうほう、チラシを作るにあたりですね、前話したかな、デザイナーさんがね、あ顔が濃いっつってね。そうですね、でちょっと印象が強すぎるからっつって、まあ、何個かの最初のデザインがあった上で、うんうん、ちょっと薄くぼかしてみた。あなるほどね、したらより一層浮き出てくるんだって濃い顔は薄くするとより目立つパーツだけが浮き上がってくるらしくて、ああなるほど、もう関係ばっかだよっつってまあそうなんですよね、今回はね、まあ、ビシッと目張ってもらって。そうだね、いや
ね、またそのランチキさんの今回、まあ、前回、うん、とは、違う神岡がまた見れるんじゃないかなと。そうですね、うちの雪の降る音では、うん、さあ今から泣くぞ神岡泣かせるんですか。泣かせるね。まあまああっちでね、うん、こう得てきたものをこっちに全部ね出してもらって、ね、そう、まあ、ありもの全部出せやと。なんかちょっと脅してんの。普通にねこう引き出して、うん、そうなんだよ。今回のねそのテーマがまあ四季のお話でそれをつなぐ雪の戦士のお話というのが、はいはい、まあチラシにも載ってる部分なんでございますが、そうですね、うん、その雪の降る音を聞いたことがあるかというね、ああ、うん、ね、あの綺麗な言葉ありますよね。そう、あれはどういう意味なのかとかね、うん、うん、雪の音っていうのはね普段あんまりしないですから、しない、ね、うん、だ劇中の中でその音がするのか、ね、どうなのか、どうする、これで会場小屋入り日、うん、嵐だった。いやそれね本当嫌、ね、雪の降る音うるせえっつってブワーッバンバンするぜっつってこれね言う嵐になった場合は言いますけども、それは風の音でございますからね。そうね、雪の音ではございませんが、あのちょっとぐらい降ってるぐらいで、そうだね、あの交通機関に影響のない程度チラチラと、いいね、このそう、画角をこうちょっと彩ってもらうぐらいですね。そうそう、風情としてね、あだったらいいな、終わった後にパッて見た時にね、うん、ああそういうことみたいな、ね、うちにはね天神様がいらっしゃいますから本当にね、うん、今回は適度にコントロールをしていただけるといいんじゃないかな。これがまた昔4年前にまあ、前回もちょっと話しましたけども、トイズボックス、あ、はいはいはい、その、まあ、前回は怖い話のねネタ話をしたじゃないですか。しました。でその中でそこの、お話をする前の2週間前にですね、ほうほう、何十年に一度の豪雪に会いましてね結構大詰めでございますよ。そうですね。もう大変だった。ああ、もうじゃあまず稽古場に行けない。まあ行けないからまず初日は休みにしたんだよね。うんうんうん、で2回目かなんかでもう雪はないん、降ってないんだけど、残雪がすごくて。ああ残ってるのが半端ない。で車も滑るから行けないし、電車は動いてたのかな。はあはあ、ただ電車から降りてその時に限ってすっごい遠い稽古場だったの。普段だったらね黙々20分とか歩けるんだけど、もうザクザクのモフモフのキンキンよ。そうね、何層にもこう重なって、うん、トゥルトゥルになってる。あれ危ないですからね、うん、普通に腰打って骨折とか普通に聞きますから。そうだから、でやっぱりその中でその今回はちょっと今向かってるんですけど、どこどこで待ち合わせで電車の待ち合わせがあって、あ何分遅れますとか3時間とか結局朝から、まあ、昼一からの稽古で全部揃ったのが夕方以降だったよね。でもどうしても来れない人たちもいたりとか、まあね、それはね、うん、ご自宅が遠い方とかは。ね、何せその主催組が一番遠いから。まあ、そうね。確かに確かに、うん。もうあそこのうちの近所とかもうすごかったのよ。もうえ、結構積もった。あ、単純に俺足短いんだけど、足が埋まるぐらい。あ、でも普通の人の足が埋まるぐらいって結構なもんじゃないですか。うん。もうだから腰に近い、腰までは行ってないけどね。ただもう重さで斜め向かいの家の駐車場用の屋根あるじゃない、あ、はいはいはい、プラスチックの、うんうん、よく暑い時だとなんかずっとパク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 って言って、ああいうやつ、音が鳴るやつね。あれ折れてたもんね。折れる、うん、重み積雪で、うん、うわー危ね、本当に斜めになってて、いやーで相当じゃあ降って積もっ、すごかった。でそれ家から出れたんですか。いや、うちね玄関が2階部分にあるのよ。1階が車庫になってて、あーは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 ー、で2階部分にあるから出れるは出れんの。なるほど。ただもう階段がね滑り台になってるね、綺麗に雪で埋もって段差が一切見えない状態。怖いのよそれ。駅までどのぐらいなんですか。普段は10分あれば行けるんだよね。うちから行けまでは、はいはい、駅までは。駅まではね、最寄りの。それが、どうなんだろう。あの時、結局、電車使ったっけ？使ってないよね。うん。ねえ、で、結局でも駅を通り越しての、その、うん、照明さん、はいはいはい、との車とかに乗せてもらいながら、あーは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 ー、うん、行って。でもそこにたどり着くのに、でも、一個エピソードもありまして、ほう。
その前の結構、その豪雪がスタートした時期ですね。はい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 。に、稽古場にちょうどその照明さんが見に来てらっしゃったの。ああ、なるほどなるほど。で、まあ帰り送ってくよっつって、同じ方向なので、あれです、ね、行ってくださって、うんうんうん、で、打ち合わせが終わって、車に乗りました。はい、普段ですね1時間前後ぐらいで行けるんでね、帰り道 夜中とかだと別に飛ばさなくても、ああ特になんかね、うん、事故とかもなければなければ4時間4時間4時間もうあの走ってて、もう照明さんのその腕が良かったんだよね。ああなるほど。いろんなところで滑って動けなくなった車で道路が塞がってんの。ああなるほど。どん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 積もってきちゃって、はい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 、はい、でなんとかこうキルキル言いながらとか、あのちょっと落ち着いたところとかから抜けたりとかしながら行って、4時間かかってお家の近所に着いて、ほうほうほう、で車どこに止めようかっていうの で、はあ、で近くのコンビニに最初止めようかなと思ってたら、そこがもうびっちり車もう入っちゃってて、入っちゃって、でそこ通り過ぎたファミレスがあるんだけど、ほうほう、駐車場付きの、ほうほう、でそこに止めようかと思ったらね、そこが結構ふっくら積もってたんだよ。ああその場所に、うんうん、やばくないっすかと、うんうんうん、たらその照明さん大丈夫っしょってバーンって入ってから本当に数秒だよ、くるくるって雪に埋もって動けなくなって、結局2時間ぐらいそのなんとか、うん、ジャッキで上げたりとか、えんやなんやかんややって、うわで、なんとかそのあれ放置したんだっけかな、結局もうそこで一回放置して朝まで、ほうほうほう、でもうその方も家の途中なわけですよ、我々の家って。まあそうですよね、うん、まあまず泊まりましたよねそれはね、でもその時嫁も近くにいたんで、はいはいはい、まあ力仕事は無理だから、うん、つっても俺もいても何もできないんだけど、うん、なんかあった時の押してぐらいの時、あまあね、はいはいはい、で押したりとかするために一応残ってて、でもう嫁に帰って風呂沸かしといてと、あこれはもうキンキンに冷えてからまずその照明さんお風呂に湯船つけようっつって、はい、そりゃそうだ、うん、でもとりあえず3人で順々に風呂入ってもう本当にその時にもう普段はつらつとした方なのに、ほうしょぼしょぼのおじいちゃんみたいな疲れがいや雪って結構、うん、重かったりするじゃないですか。やばいね、雪崩とかもそうですけど、うん、やっぱ積もっちゃうとね、すごいなんだろう、いろんなところに影響が出るから、うん、うん、まあそんなんがねなければいいね。まあ本当に12月だからね。まあそうですよね。だからここ最近で言うとね、なんかその、うん、なんですか、暖冬っていうんですか、あそうとかが割と続いてることもあるから。ただ雪の降る時って、うん、暖冬やばいらしいよ。え降る前ってあったかいんだって。あ逆に、うん、分かんないけど上で凍ってるからなのかなおー、なんだけどあったかいねって言ってたら、ちょうどその凍ってたのが落ちてくる温度になるんじゃないの。はあはあはあ、なんだけど、うん、だからなんか大雪の前はちょっと温度が高いっていう。なるほど、うん、今年はほらでも冷夏でしたでしょ。そうだね、だからね寒いんじゃないですか。そうかなまあ今すでに寒いしね。そうですね、ね、そうそうそう、うん、ねね、ただもうやっぱりそのうち の、 毎回かかってくれる天神様が心配ですよね本当にね、ね、今回もねがっつり関わっていただいてるんで、うん、さあ今回はあれですね、下落合の駅にちゃんと皆様が到達できるかそこね、うん、もう交通機関だけは本当にねどうしようもないところがありますから、うん、まあもし何交通機関遅れが出た場合とかは、うんうん、テコールお得意の、はい、トークショーでございますよ。あもう昔と違って喋れる方が増えましたからね。あなるほどね、ここにいる伊藤大輔さんももういやいやとんでもない喋れますし、でもほらあの時って喋くり堂の延長だったからね。あ確かに確かに、うん、今回は今日でこの延長かな。なるほどねそうなると私になりますからね。そうですね、うん、いやまあそうなったらなったで全力でね、またね勤めさせていただきます、うん、でまたああいうのも先に着いたお客さんはそのやっぱ生だからこそ見れるもの、うん、うん、っていうお得感もね。そうね、それを楽しみにまあまあちょっとね早めに来ていただくのもね。そうだね、ありでございます ね、はい、いやいよいよ稽古も本格的に。そうですね、もうついにその戦う部分戦士たちのシーンもね着々と作られてくるんじゃないでしょうか。ね、うん、でもまあメインと、うん、で寺島が合流して、はい、うん、
いやもう楽しみですよ。そうですね、これは今後どうなっていくか。いやもうでもバッチリ決まるでしょう、うん、ね、これは決まればやっぱり今回ね、何回も言うけどもいつものテコールの上位種になれるんじゃないか。上位種、上位種、変な言い方だね。まあもう新しいだからテコールですよね。そうそうそう、なんかちょっといつもと違うんじゃないかっていうところもあるので、うん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 、そこもね楽しみだなと思って。なるほど、こういうテコール、あ、こういうのもあるんだ。なにや、アキラこういうの書けんじゃんって。おお、なるほど、ね。だったらいいね。いいねじゃなくて、いいねじゃなくてするんですよ。しようね。そう、うん、そう、そこに向かってますから今。どうする、これで幕開けて全員がすっぱだかで立ってるっつって。いや、もうね、いろんなところで突っ込みどころがありすぎてね。そう、どこから言っていいのか分かんないけど。アキラそういうことできんじゃんって。お前じゃねえし、やらせてんのはお前だけど、ね、みたいな。そうなんだよ。俺は多分客席の後ろで見てるだけだから、まあね、仕事、それが仕事ですからね。もうあいつのとこには二度と出ねえの役者がたくさん出てくるだろうね。まあそうなったらね実際にね。まあまあそんな危ない橋は渡りませんので、ね、そうそうそう、綺麗なね、そうそうそう、うん、音が鳴り響くことでしょう、うん、見終わった後にちょっといろいろ考えられる作品になるんじゃないかなと。ああ、なるほど、うん、で楽しみですね。ね、頑張っていきましょう。はい、はい、というわけでですね、まあ、まだもうちょっとお時間ありますけども、めでたく20回目になるんですね、次回の放送が。そうですね、はい、はいはいはい、新コーナーを増やそうじゃないかと。ああ、なるほど。はい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 、思っておるわけでございますね。さあ来週もね、来週ついに明らかになるというね、全貌がね、全貌がね、ぜひそこら辺もね楽しみに、はい、していただきたいなと思いますよ。はい、では今日はこの辺で終わりにいたしますか。そうですね、はい、本日は、本日もだね。そうですね、うん、もう珍しい髪型をおっしゃったよ。おっとっと。本日もご視聴ありがとうございました。芝居企画テコールクォーターアワーワンダーランド第10弾本公演、雪の降る音。雪の降る音を聞いたことがあるか。戦士が見た夢は四季の音のする夢だった。2017年12月13日水曜日から17日の日曜日まで下落合タックス1179で上演いたします。詳しくはテコール .net で検索してください。